こんにちは、デリシキッチンです。揚げずにヘルシーおからドーナツの作り方ご紹介します。まず小麦粉 150g、 おから 100g、 きな粉 20g、 豆腐 150g を加えます。さらに砂糖 20g、 塩1つまみを加えてください。ゴムベラなどを使って全体を混ぜていきます。続いて粉がしっかりとまとまるので手で混ぜていきます。出来上がったら手で一つずつ丸めていきます。形を整えて順番に並べていってください。出来上がったら予熱したオーブンで180°C20分です。参考になったらいいねかシェアお願いします。リクエストお待ちしています。デリシキッチンでした。バイバイ。